ちょっと待って、これさ大丈夫かな、この前みたいな流行音くんなってないかな、ちょっと待って確認してくる。とりあえず大丈夫そうです。ニューゲームということで、ジュースね、もうこれだよね、はい、やっていこう。マジで初見プレイなんだよね。強いて言うなら、兄がやってるやつを横で見てたくらいなんだよ、マジで。私だったら絶対振りちゃうけどね、うん、今日さすっごいさヒールのある感じの服、あの靴履いてたせいでちょっと痛いよね。踏むなよ。あ、そうよ、首にやるクッション。マジ足も痛いし、ちょっと結構体バッキバキ今日普通にバッキバキ、えぐいわ。よっ、あできあ、すいませんすいません、できないっぽいっす。
私多分操作しますよね。多分ですが。どうしたどうした。やられたか。おーいいね。長押しすると周囲の敵への範囲攻撃を放つことができます。はいはい、侵入者か、おとなしくしろ。笑わせる。じゃあ悪くない。うわATB ゲージが溜まっていきます。 ATB ゲージは2段階まで溜めることができます。敵を攻撃して ATB ゲージを溜めてみましょう。動くな、うまくさ打つぞ。いや早すぎてびっくり。 ATB ゲージを消費することでアビリティ、魔法、アイテムなどのバトルコマンドを使うことができる。あ、ここだね。これで決める。ちょっと待って待って、消えろ。悪くない。あれ、もうフィールドではメインメニューやマップから様々な情報を確認することができます。メインメニューはオプション。はい、はあ、はあはあ、なるほどね。ちょっとメニュー開きたいよ本当は。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。もうちょっと魔法とか使ってみましょうか。コマンドの系の。ちょっと待って。違かったね。敵の攻撃は R1 でガード。あ、これ私ガード位置変えた方がいいかもしんねえ。おとなしくしたれ。これでガードか。はい、これであれか。やっ。ああ、なるほど、分かったけど。ここまで。は未だ持ってなしと。オッケーオッケー。ここら辺大丈夫？なんか探ってなくて大丈夫か？はあ、はあ、はあ。オッケーです。これガードの位置変えられるっていうのは普通に。これさ、ってことでジャンプできないんだもんね。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？
その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。クラウドね、もともと太ってた気するよ。ちょっとめんどくさいやつかな。クラウドさん、頼っていいっすよね。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がないんじゃない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら、例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。あ、パレットだよね、こいつ。あ、いいな、高い金払うな。がっかりさせんじゃねえぞ。てめえ、今までここまで来るときに、なんで私に助けを求めた？ふざけんな。お前の銃鳴らしたら、すぐに敵にバレてるのかな。剣だからいいかな。よし。アルサンダルポーズを届けない。食事だ。全部アルサンじゃない。先に片付ける。あーちょっと、あのね、あのすごいやりにくい。あれ、これ味方？こっちだ。出かけるよ、お前。え、いけるんだ。いるぞ、いるぞ。任せた。絶対さ、行かせてくれたらさ、勝てる相手だ。
捕らえろ。沈め。金をたんまり積んでやるって言ってたから、ここに金があるわけではないか。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、神羅の番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。消費したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。怪しいです。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。行きますか。誰だ、閉めろ。出てしまう。観念しろ。こっちのセリフだ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。もう絶対誰かしら殺される。おい、ジェシーを待たせるな。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。どこのボタンだ。ここだよ。押したじゃねえか。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い。俺たちは。おっと、なんだっけ、こいつの名前忘れちゃったら、もう忘れちゃった。忘れるっぽいな、私。なんとかトーみたいな名前だったよね、多分。
このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえかつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか、クラウドさんよ。おーよ、医者に行け。うん。てめえ、星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。普通カメラあると思うやんね。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが
じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。スイーパーヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。くっ、ただの鉄くずだろ。攻撃力防御力ともに桁違いだ。舐めてかかると魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえか。普通はよ。な、おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとるぜ。かっこいいなこれ。目の感じだから。ここが魔鉱炉の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。何も言わなくちゃ降りてくれるのか。近いぞ近いぞ。魔鉱でむせ返るぜ。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りて、エピソードはここでおしまいです。
出たがっちゃったね。そっちじゃない、はしごで降りて。ちょっと待って、今見たかったの宝箱。ふざけんなよ。なんかいるね、なんかいるね。あ、ほらね、こうなってるから綺麗になった。なめてんのかこら。まだまだ。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな、俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。君がやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。何それ。もうちょっと20分。自信あんだろうな。
までは。行きたい。これどうやって。
足でまといた。気をつけろ、攻めるぞ。私ここで死ぬのはちょっとやばいって下手すぎ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおう。スキップします。30分にします。ビビりやがって。じゃあ25分というタイマーを用意しておきます。おい、こいつ豆知識は戦時用の強化装甲。メンバーは威嚇に弱い。魔法で攻めます。
もう一回やり直したいんだが。ついな。おいおい、俺一人でやれってか。どうよ。待ってろ。キッ。待ってろ。はい。キッ。うん。さあ。休んでんじゃねえぞこら。こちらだ。そうだ。聞いてんな。はあ。どんなもんよ。どけどけ。まだまだ。おいおい、俺一人でやれってか。そっちか。うん、こっちだな。どうだ。はあ。ね、今さ、なんであんなダメージ食らった？もともとあんなダメージっていうか、ヘルスなかったっけ？え、すげえ勢いで食らったよね。これでさ、このガードでさ、あのミサイル受けんの？重っ。使えねえや。だったらあんたが何とかする。
気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。鉄骨に障害物をうまく使え。
まだ少し。はあ、そうだ、引きやりだ、打ちまくってやる。はあ、待ってろ、行くぞ。はあ、将はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。Yeah!
悪くない。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここを行けばバレットと合流できるはず。Thank you.
ここで仕掛ける。ここまで苦戦する。しっかりしてくれや。倒せないやつ。粘ってんじゃねえか。大丈夫かよ。はっ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 。下がっていこう。
怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。もう自動歩きでいいのか。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。戻るな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。爆破。開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。は上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。全力で逃げる。
番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰る。さて全部だ。パパ、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。
待て。大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。まずは階段降りて噴水広場を目指しな。とりあえずここ終わったら寝るか。不審者を見逃すな。よし、ガンガン来たぞ。お前には誰も守れない。自分さえもな。
大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。あ、花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ、出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。はい。まだまだ。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。地面に置け、ゆっくり。まだまだな、見つけたぞ。こちら8番街警備4班、報告の男を発見。消えろ。どういうことで、ここまで行って。くやっ、消えろ。終わりだ。何？
クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと。
敗したじゃねえか。え？あ、何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、けっ。待て、一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでますね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番台ステーション発、到着までに先頭車両に。7番台駅、この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。あいつは乗れたから。みんなピリ。当然だろう。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。すいません、ぶつかって。ちょっと聞いていいか。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。娘が八番街に住んでいてね。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない？見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ、他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新羅魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。
間違っちゃいねえ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ。しかもレールには逆らえないんだ。どこまでやるかな。脱出できたのか。じゃあここら辺で終わるかな。無事に。当たり前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったな。ああ、よかった。よっしゃー。よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん。お前ら、いいキャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。クロペ。うん。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。どうだ。
てしたもんね。どういうことね。この後パソコンにインポートするよ。よっ、じゃあねー。